アイスクリームライブツアー2024ランニングッズ紹介。あたえまして、CL をご覧の皆さん、こんにちは。アイスクリームでーす。ルイです。ユナです。ひなたです。はい、アイスクリームライブツアー2024ランニングが、11月28日の宮城公演よりいよいよスタートします。楽しみ。やばいね、はい、もうリハーサルも着々と進んで頑張っておりますけれども、はい、ワクワクが止まらない中で、今日ははい、今日はこちらのグッズを皆さんにご紹介していきたいと思います。楽しみなところでしょ。かわいいですよ、今回も。はい、今回はキービジュアルでも黒を基調としていて、うん、グッズもシックなブラックがメインとなっている、かっこいい感じのグッズを皆さんにお届けしたいと思っております。はいはい、じゃあ早速いきたいなと思うんですけど、はい、まず最初がこちら。はい、ランニングツアー T シャツ。じゃじゃーん。これはみんな今着てますね。これはもうみんなマストですよね。まずは、はい、今回のランニングのツアーロゴがですね、はい、前にはバンとありまして、後ろにはあのロゴとともに、まあ、私たちの名前だったり今回のツアーのスケジュールがね刻まれています。はい、あのこれも結構今までに比べると結構シンプルなデザインになってるんですけど、うんうん、結構締まる感じでかっこいいので、はい、ぜひね、なんかこれアレンジしたら可愛いよね。確かに切ったりとかね、アレンジして皆さんのお好きなように着てもらえたらなと思います。こちらがブラック一番カラーのみ でサイズが M と L サイズになっております。はいはい、お値段が3500円です。はい、これルイが着てるのが今 L です。 L これね、ちょっと出すね。これいいね、まあ、女の子がワンピースになるか、おちょぱんかかれるぐらい。これ L。 はい、私とひなたが M。 私は今羽織も着てるけれど、羽織も上に羽織れるぐらいのサイズ感です。そうだね、だ M はタイトですけど、ちょっとタイトめ。だから男性は L だね。そうだね、 L だね。で、女の子は多分 M でもちっちゃい大きい子がいると思うので、多分私たちもアレンジする気がするので、うんうんうん、ぜひ皆さんもアレンジして着てみてください。まあ、冬なんでこの中にロンティーを着るのに、ね、アウターをモコモコ羽織るなんて、はい、羽織ってもいいの。はい、ランニング T シャツ、これはもう必須ですね。これはもうマストですよ。ぜひゲットしてください。はい、ネクスト。そして、まあ、まだまだマストなグッズですね。ランニングフェイスタオルです。このど真ん中にあるこちらの、じゃじゃーん、ダダーンと、めっちゃ良い赤でもバーン書いてありますけれども、こちらが2500円になっております。はい、もうアイスクリームの、あのライブタオル必須になってきましたから、ルイちゃんも腰につけてますけどこれがあった方がより楽しめること間違いなしの、うん、あのタオルになってるんですけども、ツアーのロゴをもうどでかくバーンってして、うん、こう T シャツともめっちゃ合うんですよ。このランニング赤、しかも派手なのがいい、赤と黒で、うん、はい、アイスクリームにはタオルを思いっきり回す曲がありますからね。はい、しかも今回のライブはね、特にねいいじゃないですか、うん、持ってた方がいいと思います。皆さん、はい、いいじゃないですか。思います。こちらが、はい、2500円です。そしておなじみです、こちらを今回も作りました、はい、ランニーのリングライト。イエーイ、3つ目ですよね。もう3つ目、これ全部持ってる人も指だんだん埋まってくるシステムになってますが、ここに入れて、はい、つけれるんです。これほんと画期的なアイディア。じゃあいきます、はい、赤、そして赤と青、めっちゃ可愛くないですか。これ青に見える、見えてると信じています。はい、2色が2色展開となっておりまして、はい、こちらが1500円でございます。今までのリングライトのカラーにないカラーが2色とも入ってる、うん、ありますね。はい、し、このドーム型でね、そう、中にランニンっていうロゴが入ってるんですよ。めっちゃ可愛いでしょ。クリアでとうとうロゴが中に入ることができました。はい、ロゴが中に入れることだって可能でした、はい、可能でした。成長成長、これも定番ですからね、アイスのライブでは、はい、みんなね、ね、つけてみ、はい、あの過去のライブのリングライトを持ってる方もぜひ他のも持ってきてくれたら、もっと会場がきらびやかになると思うので、ぜひ持ってきてみてください。ちょっとネックレスとかにさ、かけてる、ね、そう、いるのよ、アクセサリーにしてる方めっちゃ可愛いので、可愛い、それもおすすめです、だいぶ、うん、はい、こちらはこちらも必須じゃないかな。全部必須なんですよね、まあ、結局ね、まあ、でもこれがあるとより楽しめます、はい、キラキラできます。はい、です。次、続きまして、はい、ランニントートバッグ、今ひーちゃんが持ってくれている、ランニングのトートバッグです。今
今回の雰囲気に合わせて結構かっこいい感じの、はい、それ素材はなんかね濡れても大丈夫そうなやつです。スルッとしてでもめちゃくちゃ軽いんですこのバッグ。でも多分パソコンも入る。あ、入るね。入りますよ、うん、入りますよ。大きいサイズも入るのでいい感じ。収納力も、しかもポッケが内ポケットもあっちゃいます。ここに最高じゃない。最高。まあ買ったグッズをね皆さん入れて帰れるのはもちろん、うん、学校もお仕事も完璧に使えますねこちら。確かに。こちらのトートバッグが2600円となっております。はいはい、これ腕が長くてあの肩に一番かけやすいこの長さなんですよ。ここがつまらなくて、うんうんうん、これ最高ですね。一個あれば絶対。ライブに限らずこれからのアイスクリームのイベントだったりとかに来る時にも合わせやすいし使いやすいし大活躍なんじゃないかなと思います。こちらがランニントートバッグでした。あえて白文字にしてます。使いやすいでしょ。はい、それに続いて次も可愛いんですよね。はい、次ですよ。次はですねランニンキルティングポーチです。こちら初のアイスクリームのグッズポーチを出させていただきますが、はい、こちら2000円になっているんですけれども、このねバッグとお揃いの白ロゴがあの入っていてキルティング素材になったポーチになってます。もう超使いやすいですこれ。やばいですよ、ね、これしかも一番いいサイズこれね、うん、本当に。でこのタグっぽい色あのデザインもめちゃくちゃ可愛くて、うん、シンプルだけど、うん、一応アイスクリームのグッズだよみたいなところがね一番こう使いやすくて、はい、日常でもアイスクリームを感じていただけると思います。でこのメッシュのこの網目状だったりとか、はい、このチャックでガバッっていうのもあの使いやすさを重視して、ね、ちょっとこだわったよね。そうこだわりました、はい、もう本当にガバだからね。特に女性とかいいんじゃないですか、ね、メイク直しのアイテムとか、ね、うん、まあでもあの筆箱とかにも使えそう。確かに、ね、学校でね、うん、いいと思う。何でも入ると思います。ぜひみんなゲットしてね。これこれこれうちらも絶対100個ぐらい買った方がいい。100個ぐらい持ってたらいい。余裕だよ、うん、いいと思います、はい、ぜひお願いします。これと合わせてセットで。そうね、これの中にインでこれ、そうそうそう、インザ、はい、インザ、インザポーチ、インザバッグかインザポーチからのこう、アウトですよみたいな、出すよみたいな、かわいい。お願いします。お願いします。そしてそしてみんな嬉しいんじゃないですか。はい、こちらのランニンからラバーキーホルダーっていうのを作りました。何ですかそれは。まずはじゃじゃーん、こちらのキーホルダーになっております。何こりこちらですね、1000円となっております。はい、そしてそしてランニンカスタムチャームセット全4種、はい、となっております。今私はこのパンツの部分に、はい、つけているんですけれども、これ絶対みんな嬉しいんじゃないですか。これね4種になっているんですけど、私とそれぞれメンバーが描いたイラスト、直筆イラスト、イラストと名前、そしてそれぞれの顔が入っている、チャームになっていまして、うん、さっき私が紹介したこちらのラバーキーホルダーに、はい、こうやってカスタムしてつけることができます、はい、今流行りのジャラジャラキーホルダーにできるんです、はい、なので、はい、ぜひ好きなメンバーだったりとか、うん、全員分欲しいよって方は3人分買って、うん、こう一個一個作ることもできますし、はい、全員のもあるんだよね。そう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 、4種類これはランダムじゃなくて選べます、好きなメンバーのやつを、はい、なのでぜひ皆さん一人一個買ってください。メンバー、はい、そうですね、お願いします。あとねこのリングもつけれるんだよ、ここに。そう、ここにつけれる。ここに全部つけて、これもつけて、はい、誰かのメンバーのソロのやつも、もうこうやってつけたら、もう超かわいいランニンキーホルダーセットができるんです。なんかこういう風にズボンにつけたりとか、ひなたのファスナーにつけたりとか、ちょっとおかしいけどねこれ、はい、できますし、このカバンのここにつけたりもできるからね、ぜひみんなこれ遊んでいっぱいつけてくれたらいいし、もし何人だけのグッズじゃなくても自分の例えばさ他の方のなんかチャームだったりとかも
それこそキャラクターとかもね流行ってますから、これをバッグにつけたりするのが、うん、はい、超今どきグッズですね、これは。はい、このカスタムチャームはあの名前の部分も私たちがね実際に書いたのがあのアイテムになってますし、イラストももちろん私たちがおのおの描きたいものを、うん、このランニングでねグッズに残したいものを、うん、あの描きましたので、全4種、うん、選べます。で選べちゃう、1500円ということで1つ1500円、はい、1セット1500円です、うん、はい、ぜひぜひ好きなようにカスタムして、はい、皆さんなりのキーホルダーを作っていただきたいなと思います。はい、皆さんが絶対に好きであろうものをご用意いたしました、はい、ランニンフォトカード2枚セットとなっておりまして、はい、全6種類こちらはランダムでございます。それぞれ1人メンバーに2枚が、ありまして、ルイのこういう赤い部分、あ、1人ずつ赤とあと黒と白のデザインがあります、はい、これもそれぞれ、ね、ランニンのこのなんだろうメンバーラニーのテーマカラーの赤と黒に合わせて衣装とかも用意して撮影したものになっているので、はい、ぜひそちらも手に取っていただけたらなと思いますし、この大きさスマホの裏にも入るようになっています。はい、入ります。あと皆さんが持っているであろうあのなんだフォトカードのトレカケース、トレカケースにも入ると思うので、はい、ぜひこちらチェックしてください。黒のビジュアルと赤のビジュアルが2枚セットというわけではなくて、このシークレットのトレカがあるんですよ。これとこの6種類の中のどれかがセットになって皆さんの元に届きます。はい、はい、それはねあのユナだったらユナの2枚、ルイちゃんだったらルイちゃんの2枚っていう感じで、こうメンバーそれぞれね同じメンバーのものが2枚セットになって届くんですけど、このシークレットのやつはもう開けた皆さんしかわからないということで、うん、今回この CL のグッズ紹介でも紹介しません。ちなみにめちゃめちゃ可愛いです、はい、あのめっちゃいいよね。ただそういう感じじゃない、そういう感じじゃないんです。そうシンプルなトレカではないございません。はい、こんな感じでこういう感じ、こういう感じこんな感じはい楽しみにしていてください。これはもうライブでね、はい、ゲットしてくださった方限定のトレカになっているので、いやでも1枚、はい、1回ゲットしたら2枚入ってるんですよ。そうだよね、それはいいよね。これはあのカスタムチャームキーホルダーとは別でランダムになってるので、はい、推しのメンバーが出るまで頑張ってみてください。ということでめちゃめちゃねえめちゃめちゃ可愛いアイテムが今回もね、うん、あのアイスクリームのグッズの中に仲間入りしたんですけれども、 いかがですか。みんなはどれが気になりますか。これわかるよー、こっち。でもあとはこのなんだっけ、チャーム、うん、チャームいいよね。可愛いね。何回も書き直したので、あの、うん、ぜひみんな書き直ちなみにユナは蝶々を描いていて、はい、私は猫を描いていて、ルイちゃんは月、月を描きました。月を描いているんですけれども、はい、これはちょっと直筆もね初めてなので、みんなにはぜひゲットしていただきたいですし、あのなんか全部付随して作ってるので、うんうんうん、こうグッズを買ったらこのトートバッグに入れてほしいし、うん、こうその中にはポーチも入ってるだろうし、うん、みたいな感じでねこう繋がってると思うので、ぜひね皆さんにはこのランニンでしか買えないグッズをゲットしていただきたいなと思っております。はい、もうなんかこれを紹介してるということはもうツアーが近づいているんだなと思うとドキドキしますけれども、いやどうですかルイちゃん。本当にもう1ヶ月を切りまして、初日までやばー。あのもうねリハーサルも着々と進んでいるんですけども、うん、今回やばいよね。やばいですよ、あの本当にやばいみんな自信を持ってと言いますか、はい、あの全力で皆さんに絶対に来てと言えるライブができそうです、はい、うん、あのまあ、それにプラスねこんな可愛いグッズも集まって、うん、もう目でも楽しんで耳でも楽しんで持ち物アイテムでも楽しんでっていう、はい、もう100点満点のライブに皆さんをご招待できそうなので、ぜひぜひ遊びに来てください。みんな耳でも楽しんでです。はい。どういうことなのかは会場で楽しんでほしいので、はい、会場の詳細、スケジュールをざっと
紹介していただけますか。はい、改めましてアイスクリームライブツアー2024ランニンのスケジュールをちょっとさらっとおさらいしていきましょう。初日が11月28日、もうすぐ宮城県のマカナです。日向の地元宮城での 初の、ライブツアーで行けるということで、初日そして日向の地元気合はもうバッチリでございます。はい、続きまして12月2日東京デュオミュージックエクスチェンジとなっております。東京もねちょっと緊張しますけれども皆さんも遊びに来てください。はい、そして12月5日愛知県の、名古屋クラブクワトロです。うん、私の地元です。はい、みんな待ってます。はい、そして12月10日が大阪梅田クラブクワトロになっております。はい、こちらは私ゆのの地元です。そしてファイナルが12月20日、福岡ドラム B1 となっております。はい、今回は福岡でファイナルで締めたいと思いますので、うん、ぜひ地方から飛んできてくれても嬉しいですし、福岡の皆さんはぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。はい、それぞれの地元も今回会場回っていきますし、はい、私たちにとっても特別なライブランニングになると思いますので、皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。みんな絶対来てください。バイバイ。いつもよろしくねー。